埼玉県に土砂災害警戒情報が発表されました。発表された地域見ていきます。埼玉県秩父市に土砂災害警戒情報が発表されました。降り続く雨のため警戒対象地域では土砂災害の危険度が高まっています。土砂災害の危険度について見ていきますと、埼玉県秩父周辺では紫色の危険なエリアが広がっています。まとまった雨雲、また活発な雨雲の影響によって雨が激しく降り、秩父市付近では土砂災害の危険度が危険レベルにもなっています。いただいている天気報告も見ていきますと、この時間帯は埼玉県内特に秩父周辺で雨の降り方が強く、ゴーという激しい雨の報告もいただいています。雨雲レーダーも重ねてご覧いただきますと、少しずつばらけてはいますが、この時間帯も埼玉秩父方面から群馬そして山梨県にかけて帯状の雨雲が広がっています。局地的に広がる雨雲でも活発な雨雲となっていますので、この雲の下では雨の降り方が強まっているようです。今後の雨雲の動きも見ていきましょう。アプリウェザーニュース雨雲レーダーを見ていきたいと思います。現在は台風の接近も見られている関東付近ですが、その外側にあります湿った空気の影響、また風が収束することで雨雲が発生発達しています。そういった雲が埼玉県内にもかかってきていまして、現在も秩父付近にはこの活発な雨雲が見られています。今後の予想も見ていくことができます。この先は南西方向に雲が遠ざかっていき、また雲の隙間が出てきますが、再び新たな雨雲が広がってくる予想も見られます。この後も関東地方では断続的に強まる雨に警戒をしてください。最新の気象情報はウェザーニュースのアプリでもご確認いただけます。